から。はい、むっちりもっちりとしたお尻にサラサラの毛並み、そしてつぶらな瞳がなんとも愛くるしいモルモットです。今日は新潟市中央区にありますイクトピア食花のふれあい動物センターにお邪魔しています。さあ、こちらはですね、アルパカやヤギ、羊などとも出会うことができる施設なんですが、その人気者モルモットに新しい仲間が加わったということなんですね。ここからは永井さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、その新しいお仲間ということなんですけれども、それがこのサークルのお隣にいるこちらの2匹ですね。はい、はい、どちらも1歳未満の女の子ということなんですが、まずはこちら、茶色い体の子が舞茸と言います。舞茸カラーの女の子ですね。はい、今舞茸ちゃん今ね一生懸命ご飯を食べているんですけれども、非常に人懐っこくて好奇心旺盛で、カメラを向けるとね、さっき結構カメラに寄ってきてくれたんですが、今はねその愛らしいお尻を見せてくれていますよ。むしゃむしゃとご飯を食べているのが可愛らしいです。そしてお隣にいるのがカレーと言います。カレーちゃん、カレーちゃんはね、対照的にもう固まってるんです。人懐っこいんですけど、ちょっと怖がりさんということで、そう、緊張してね、カメラ向けてちょっと緊張しちゃったのかな、固まっちゃってるんですけれどもね、すごい可愛らしい女の子ですよ。1月の下旬に新しく加わったお仲間ということなんですけれども、はい、そのお隣にいるのが2歳から7歳、人間でいうとかなりのこうおばあちゃんもいるこのサークルなんですが、中にはまだ入らないんですね、新しい子たちは。そうなんです。野生のモルモットは群れで行動することが多いので、はい、お互いの相性だったり上下関係というものが、はい、あるので、急に入れたりはしないですね。そう、上下関係があるんですって。特徴的なのがこの段ボールのお家なんですけども、はい、これも結構普段その上下関係が見えるんですよね。そうなんです。若い子がよく段ボールの外に出てることが多くて、はいはい、年配のおばあちゃんが中に入ってることが多い。そうなんですよ。中に入れるのはやっぱりその昔からいる女の子ということなんですって。今このねお家の中すし詰め状態で10匹ほどが入ってるということなんですけど、モルモットちゃんたち結構おしゃべりなんですよね。そうなんです。泣いてコミュニケーションを取る動物ですので、嬉しい時とかご飯欲しい時はプイプイと泣いたり、嫌な時はキュイと音を出して、はい、示してくれます。そうなんです。すごい高い声でね、ピン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 っていっぱい泣いて、いろいろ教えてくれてるのがなんとも可愛らしいんですよ。今はね、このモルモットちゃんたち普段のお家をエアコンが少し修理中ということで、うさぎちゃんたちと一緒に仮住まいということなんですけども、もう少し暖かくなりましたら本来のお部屋に戻って、ガラス越しにすぐ間近に見ることができるということで、そうするとこの舞茸とカレーもデビューできるかなといったところなんですよね。はい、そうです。もう少しで皆さんの近くでと見られるようになるということなんですね。今日はイクトピア食花動物ふれあいセンターに新しく仲間入りしました。2匹のモルモット、舞茸とカレーご紹介しました。はい、舞茸ちゃんとカレーちゃんもそのうちきっとお姉さん方と一緒のお部屋に入ることもあるのかもしれないですね。人気が出そうですね。そうですね。